皆さんこんにちは。株式会社フェニクシーの橋寺由紀子です。本日はご対応中のところ、フェニクシーインキュベーションプログラム第4期ファイナルショーケースにご参加いただき誠にありがとうございます。400名を超える方にご参加いただいたキックオフからあっという間に4ヶ月が経ちました。第4期8名の参加者フェローたちはここ京都のトベル1号館で4ヶ月間にわたり共同生活をしながら企業や事業開発のスキルを学び事業プランを磨き上げてきました。ファイナルショーケースはプログラムの最後を締めくくる最終ピッチの場です。私たちフェニクシーのミッションは個人、組織、社会の持つあらゆる創造性が結集するリスクに寛容な場を提供し社会企業とインパクト投資の促進を通じてより良い社会の構築を目指すことです。そのためには起業家、投資家、大学、研究機関、民間企業、自治体や政府が緩やかな連携の中でイノベーションを生み出す場となる豊かな土壌、エコシステムの存在が不可欠です。京都にはこれらの要素が集積しており、スタートアップを育む可能性に満ちています。そんな素晴らしい環境の中で私たちは揺らぎを起こす震源地のような存在になろうとしています。本日は8名のピッチをお聞きいただいた後、直接ご質問や意見交換ができるフェローごとのブレイクアウトルームを設置しております。ピッチに先立ちまして、当社創業メンバーでマネックスグループ CEO の松本大樹さんより激励のメッセージを頂戴しております。それでは松本さん、よろしくお願いいたします。